数奇教は1963年のアメリカ合衆国のドラマ映画。監督はオットー・プレミンジャー。出演はトム・トライオンとロミー・シュナイダーなど。あるアメリカ人、カトリック神父の挫折と成長を描いたヘンリー・モートン・ロビンソンによる1950年の同名小説を原作としている。主人公のモデルはカトリック教会のニューヨーク大司教であり。 教皇ピュース12世の数奇教だったフランシス・スペルマンである。またこの映画に対するバーチカン側の障害担当責任者は後の教皇ベネディクト16世、ヨーゼフ・ラッチンガーである。内容は法王朝の姿勢、行動に対する当時の大きな3つの疑問に対する法王朝側から見た回答にもなっている。第二次世界大戦前夜、スティーブ・ファーモイルは スーキ教として祖国アメリカに赴くに際し、これまでの様々な経験を思い出していた。1917年、ファーモイルは故郷ボストンの聖ン教会にモナハン司教の助手として赴任してきた。モナハン司教は寄付集めの得意なやり手の現実主義者。理想主義者のファーモイルとは意見が食い違うこともあった。ある日、グレノンスーキ教に呼び出されたファーモイルは、 貧しい教区ストーンベリーの聖ピーター教会で、ハーリー神父の助手になるよう命じられる。それは自信家で、野心家のファーモイルに、虚栄心も名誉欲もない人格者である、ハーリー神父から、謙虚さを学ばせるためであった。聖ピーター教会は想像以上に貧しく、しかも、ハーリー神父は重い病を患っていた。ファーモイルは、教区の敬軒な信者であるモントンの娘ララージと、 共ににハーリー神父を献身的に看病する一方、ファーモイルの妹モナは異教徒であるユダヤ人の恋人ベニートの中を家族に裂かれたことから家を出て自堕落な生活を送っていた。モナの行方を探していたファーモイルはモナが未婚のまま妊娠し、しかも母子共に危険な状態にあることを知る。 モナの命を救うためには脱退しなければならないが、聖職者として競技を破ることのできないファーモイルは、打退を拒否し、結果的にモナを死なせてしまう。ハーリー神父への献身的な看病が評価され、クレノンスーキ教の秘書になったファーモイル。しかし、モナを救えなかった自分の無力さを痛感し、聖職を離れようと決意する。クレノン枢機卿は落胆するが、特別に給食扱いとし、 その間にじっくりと考えるように進める。1924年のウィーン。ファーモイルは英語教師として働いていた。そこで出会った教え子のアンネ・マリーに思いを寄せられ、ファーモイルもその思いに応えようとするが、聖職者としての自分を捨てきれないファーモイルはアンネ・マリーの元を去り、聖職に戻っていく。1934年のバチカン。ジョージア州。 ラマーの黒人神父ギリスが法王朝に訴えてきた、米国南部の黒人差別問題に対し、法王朝が積極的な対応を取らないことに不満を感じた、ファーモイルは自らラマーに赴く。現地の人種差別主義者らに拉致され、激しい暴行を受けながらも、毅然と立ち向かったファーモイルは一定の解決を見る。この後、ファーモイルは死境に認じられる。1938年、 ヒトラーの台頭に対し、オーストリアのイニザー・スー・キ教がヒトラーを支持する、発言をする。これを問題視した、法王朝は、ファーモイルをウィーンに派遣する。そこで、ファーモイルは、ハートマン夫人となったアンネ・マリーと再会する。アンネ・マリーの夫である、ハートマンは、ユダヤ人で、そのことをナチスに知られ自殺する。アンネ・マリーもゲシタポに囚われる。ファーモイルは、 牢獄のアンネマリーを訪ねるが、彼女を救う手段がなく虚しく、ローマに引き返す。ローマに戻ったファーモイルは、数奇教に任命される。主人公ボストンストーンベリーはチカンジョージア州、ラマーウィーンロッテントマトズによれば、14件の評論の、うち、高く評価しているのは50%に当たる7件で、平均して10点満点中6.03点を得ている。n h k 第22010年7月26日深0時56分3時57分。ありがとうございます。